よかった。一昨日が70、じゃあ合ってますね。はい、今日はナンバーワングランプリ、ナングラの締め切りが、あ、そうだ、あ、リコちゃん、くもありがとうございます。そうなんだっけ、今日までなので今日やりたいと思っています。あ、お仕事お疲れ様です。そう、ナンバーワングランプリっていうのが今ね開催されていてね、大喜利勝負みたいな感じで1位2位3位になったらなんか景品がもらえるみたいなので、はい、ギリギリすぎひん。そう、私はスロースターターで有名なのであ、かわいいギフトありがとう。そう、フォロワーがついにね2万人いってました。いつの間にか鬼滅の刃を見ていたら行ってました。ほんでね、パジャマかわいい、嘘、嬉しい、ありがとうでね、そのもうさ、昨日の鬼滅やばくなかった？あのね、この後なんかこの終わった後にね、この後お知らせがありますみたいな書いてたじゃないですか。どうせな、大したな、大したお知らせじゃないんやろどうせと思ったら、もうえぐい、えぐお知らせでしたね。本当にもうめっちゃ嬉しい、どうしよう、もうね10月から楽しみがいっぱいです。はい、あ、でもヒロアカのことも決して忘れているわけではありません。でもヒロアカロスを鬼滅の刃が埋めてくれるというね、なんともありがたいことですね。はいめっちゃ嬉しいです本当にでね、なんか私映画館でね何回か無限列車編を見に行ったんですけど、人がね周りにいたらね泣けなくて、映画館で。だからさすがに今日は家で泣けるかなと思ったけど泣けませんでした。はい、変わらなかったですね、家でも映画館でもなんかうるうるはするんですけどね、なんか泣けなくて。もうめっちゃ嬉しい、どうしよう、遊郭編えぐい楽しみなんですけど、やばい、どうしよう、どうしよう、ほんまにやばいいやー、でもさ、遊郭編とさ一緒にさ、無一郎くんのなとこ、その後の無一郎くんのやつも放送するんかなと思ってたけど、遊郭編だけっぽいですね。猿のギフトかわいいね、ありがとう、リカちゃんだね。ね、赤座強いね、本当に。もうね、赤座の声がすごいね、迫力あって、あと赤座の登場シーンのドゥーンドゥドゥドゥみたいな BGM もやばい、もうめっちゃかっこいい。善逸と赤座の BGM かっこいいですよね、音が素晴らしいです本当に。シオン鬼滅見たことないってさっき言ってた、あ、そうなんや。でもね、シオンちゃんなんかのアニメ好きって言ってた気がするな。わかりみが吹け、え、 BGM、 え、やんな、えぐくない、マジかっこよすぎる、曲も声もえぐい。はいということで、はい、無駄話をしましたが、ミエが好きなキャラは、善逸とドーマです。鬼、ドーマは鬼です。好きな話で早口ちひえさんが宇田さん撮影の時に恥ずかしがって目を合わせてくれそうなんですよ、私本当にねシャイなのでね、先輩とペアグラビアになってね、目合わせてくださいって言われたらね、もう合わせられないの、わーってなっちゃう、本当に恥ずかしい、照れちゃうやばい、目が痛いね。はい、今日野球の服みたいなの着てる、嘘やん、これパジャマなんですけどね私野球の服って言われてみれば確かに、この阪神タイガースみたいですね、言われてみれば。しおんちゃんの初ショールーム見逃してしまった、あー、みえも見れへんかった、そういえば見たかったですね。みえあんまり人見知れとかしなさそう。そう、人見知れはしないの、めっちゃグイグイ行くけど、カメラに撮られてるってなったらすごく緊張しちゃいますね。
さっきもみえちゃん嫌がるかなと思いながらしおんちゃんのショールーム行きました。全然見てください、全然大丈夫ですよ。今日友達、そう友達が来てくれた、こっちにもいるんだ、かわいいね、イーブイちゃんです。自撮りはめっちゃする、うん、自撮りは自分で撮るからできる。ゆうみさんとペアグラブやしてほしい、したいけどほんまにマジで顔ずっと真っ赤っかになってると思いますおはよう、おはようございます寝てたのみゆさんのファッション好きなのでインスタ楽しい、嘘嬉しいです。みゆちゃんの影響で EV のぬいぐるみ、EV ヒーローズ、フュージョンアーツ、夢のコラボ。 EV ヒーローズ買ったんですか、カードですよねしおんちゃんの仲いいのみ夢までみお姉ちゃんの名前出ませんでした。それはとても悲しいですね。もっとお話ししに行かないといけないですね、それは。あ、後ろのみゆが寂しそうって一番好きなポケモン、なんだっけ、決められないんですよね。マイナンも好きやし、チコリータも好きやし、ミニリュウとかハクリュウも好きやし、もちろんイーブイとかサンダースとかシャワーズとか好きやから、本当に決められないんですよねあ、そう、ミユも好きもちろんミユも好きですよ。マイナン可愛いよね、マジでマイナンえぐい。ニーフィアとリーフィアやっけ、めっちゃ可愛い。これはミユの相棒なので、相棒ちゃんです、僕も好きですね。ガルーラね、かっこいいね、かっこいいですね。これいつやったらいいの、大喜利みたいなやつ。ミュウは無理やりじゃないよ、ほらこんなにもかわいい。ペンライトカラーピンクと水色に変えようかな、ミュウカラーやんね。そうしたら今これは水色と白で、あの今のペンライトカラーなんですけど、最高線、私技できるってなったら冷凍ビームしたい、冷凍ビームやりたいラプラスね、ラプラスね、ラプラスも好きですミュウ嫌がってないよ。ベトベトのぬいぐるみは持ってないです。かっこいいポケモンが好きなんですね、ボーマンダとかバンギラスとか。メロメロはね、技じゃなくても使えるのであ、ツイッターフォロワー2万人ありがとうございます。球場でビール売ってそうなパジャマ確かに、あのね、昔本当にいつや高校生ぐらいの時にに最後甲子園行ったんですけど、なんだその時にさ、売り子のお兄さんお姉さんが、私ねキリンとか売り子の服じゃなくて、カチワリ氷売ってる売り子さんかなの売り子さんの服がめっちゃ可愛いと思って、なんか野球のユニフォームっぽい紺色のやつでめっちゃ可愛かったイメージがあります。私ね高校生の時、高校大学の時になんか売り子のバイトしたいと思ったんですけど、甲子園の売り子が多分ピンクの、ピンクか赤、赤やっけ、赤やって、売り子さんのユニフォームが、その色が嫌で断念しましたピンクか赤やんな、そうやんな、合ってた。高校、うん、あの兵庫県だったから、阪神の阪神甲子園球場、いやいや仕事中でも嫌ですよ、色、私色で、はい、すごく色、そのナンバーグランプリ考えましょう。はい、私ね、あの回答考えたんですけど、ファンの人の意見も聞こうと思いまして、
はい、本当に水色大好きです。こだわり強い、確かにこだわり強めです。色でアルバイト選ばせる、え、当たり前や。私制服とかめっちゃ重要ですよ、バイトするのに。制服可愛くないと絶対バイトしたくないもん。行ってごらん。姉ちゃんより僕水色好き。うんうん、絶対ミユのが水色好きですよ。だってミユの部屋めっちゃ水色だもん。ミユのが水色好き。ちっちゃい頃からミユ水色好きだもん。真中のたこ焼きが毎日食べたくて年目に加入したアイドル、それは私ですね。ローソンでバイト、コンビニのバイトは考えたことないな。僕の部屋も水色。ライバル現れた。ライバルが現れました。見えてるとこに水色な、確かに今はない。 iPhone13 Pro ミユの色に今日変えてきた。おお、そうね、今日もねツイート見ました。ミユちゃんのペンライトカラーに iPhone 変えましたみたいな、めっちゃ嬉しかったです。いいな、ミユはまだ変えてないからお裾分けしてほしいな。水色好きならマリル好きなの。え、マリルはちょっと青じゃない、あれちょっと青、ミエからしたらちょっと青強めですね、マリルは。あ、そう、後ろの、そう、私の生写真です。はい、こちら、はい、いかがですか。2枚で300円、いかがですか。青はねあんまり好きじゃないですね。こだわり強めです、青から水色の判別が。持ってるから、持ってた。いや、ミユのねこの指紋付き、はい、ペタペタペタ、手汗付きです。車の音が。5万円、高すぎでしょ。売れない売れない。ねえ、しだれ柳のミユめっちゃ可愛いですよね。ミユのキスマーク付き、わかりました。そうじゃないの、みんなその話じゃないの。ナンバーワングランプリしないといけないの。ミユの生写真なんてどうでもいいの。ダキが沢志郎さんはエグ、え、なんか有名なんですか。私あんまり分からなくて、有名なんですかね。汚れたので値段下げてください。まさかの値下げ。うわ、名言、しだれ柳とかじゃなくてどのミユも可愛い。ありがとうございます、本当に思ってくれているのでしょうか。有名すぎる、そうなんや。有名なキャラクターはどんな有名なキャラとかありますか。どんな話も乗れるミユ好き。え、そんなことないよ、私勉強の話とか絶対乗らないよ。藤子、あ、ミユ藤子さん、えぐ、え、それはやばい。え、それやばくない、マジでやば。へえ、鬼太郎、え、おい鬼太郎の人、おい鬼太郎の人ですか。ミネフジコさん、それはやばい、合ってますね。ポケモン好き、あ、これは目玉やじゃ、お前目玉やじゃった。え、鬼太郎って女の人やったんや、声。
ほんまに鬼太郎の声？すごーい。女性の山寺宏一って言われてる。え、それはやばい、ほんまに七色の声。すごいね。ミュウの声、え、ちゃうわ、トサキントの声も山ちゃん。え、トサキントじゃないな。ミュウの声も山ちゃんじゃなかったっけ、ちゃうっけ。ミュウ、このミュウの声も山ちゃんじゃなかった。昔の鬼太郎は悟空。あ、そうなん、え、そうなんや。野沢雅子さん、アイデンティティじゃなくてね。今日は何の話、今日はね、真剣にナンバーワングランプリを私はしに来ました。でもすごく脱線している。この脱線を戻す方法がわからない。ピー、めちゃくちゃ千鳥足ピーラー、なんて書いてんのやろ。やんな、山寺宏一さんやんな、ミュウ。ねえ皆さん、ナンバーワングランプリやる気ありますか。私のショールーム見てくださってる私のファンの皆さん、ちょっとふざけてますね皆さん。はい、皆さんふざけ、何言ってるんですか。それはあなた次第です。確かにそれはそう。よし、気合い入れていくぞ。私ほんとセンスない、むずない、これむずくないですか、お題。ほんと何もさ、面白いの思いつかなくて、はい、面白いのが思いつかなかったです。お題がなんだっけ、メモってます。8期生オーディションで大型新人が加入、どんな新人っていうお題なんですけど、一応はい。もうね、私本当に最後の最後、本当にね、再戦するのが遅かったから難しいよね絶対。変なんかどうしね、やって変なことしか思いつかなくて、はい。これさっき私が発表していいんですか。一応2つ考えてて、1つは絶対もう採用されないの分かってます。一応はい、シオンに勝てる大型新人おらんくない。まあ確かにそれは間違いない。いやでもそんなん分からんね、8期生でもうすごい子入ってくるかもしれんからね。ほんとにマジで、ほんまにほんまにね。え、もういいですか。はい、では一つ目を先に発表して、みんなもさ考えてるん、もしかしてもう他の子に言ってもう残ってないよって感じですか。じゃあまず一つ目発表しますね。みんな知ってんのかな。8期生オーディションで大型新人が加入、どんな新人。少年革命家ユタボン。あ、 YouTuber さんです。ユタボンさん、 YouTuber 知ってますか。不登校の小学生みたいな感じ。あ、ダメですか、わかりました、アウト。あ、知らないですか皆さん、ユタボンさん。ユタボンダメですか、すいません。ユタボンさんでも入ってきたら大型新人じゃないですか。だって大型新人だと思います、ユタボンさん。え、知ってる、不登校系 YouTuber さんなんですか。わからないんですけど私。ダメですか、ちょっとごめんなさい、間違えました、はい、すいません。ちょっとダメみたいですね、すいません、ダメでした。じゃあ次。でもよくない、結構でも大型新人なことには変わらないですよね。そうだから私大型新人やなと思って、ユタボンさん、少年革命家ユタボンさん、 YouTuber ですね、はい、知らない人は見てみてください。
そういうことではない。あ、そうなん？ちょっとわからないです私。はい。まあでも、はい、笑ってくれたのでいいとしましょう。はい。はい、異次元ですか発想、よかった。褒めてるのかな。ゆたぶん今調べたら50分前に動画出してた。あ、すごい、ちゃんと毎日出してる、偉いですね。はい。次、はい、あともう一つしかないんですけどね。あ、こっち、こ、あの、さすがにあの1個目はちょっと使えないやろうなと思ったんですけど、やっぱ案の定使えないので、もう一つ一応考えてきました。はい。はい、いきます。8期生オーディションで大型新人が加入、どんな新人。夕方 NMB 終わり、毎回大喜利滑ってましたねって言ってくる新人。これに、これの方がちょっとさっきよりかパンチは薄めなんですけど、あのこっちの方がまあ出せるかなとは思ってますね。はい。うーんって言われてますね。あ、さっきの、さっきがちょっとパンチ強すぎました。ユタボンはやばい、ユタボンはダメです。ユタボンさんはちょっと薄い、ちょっと1個目がちょっと強すぎたかもしれない。はい。いやでも嫌じゃないです。嫌というか大型新人さんじゃないですか。ユタボンは、ユタボンさんはダメです。微妙か。ファンの皆さんなんかいいの。正味ユタボンはそうでしょ。ダメなんですよ。ユタボンさんはダメだから。もうこれも大型だと思うんですよ私。こんなん言ってくる後輩ちょっとやばいと思います。毎回耳元で、あ、面白いですね。あ、長かったらつまらない、確かにね。いや、もう一個考えてたんですけど、これとこれ、そっからこれになったんですけど、なんかあの丸々先輩ナングラの回答めっちゃ滑ってましたねって言ってくる新人みたいなかな、これが来たんですけど、ゆたもんさんはちょっと使えない。すごい反省会ノートみたいな、すごい。3つ目さっき言いました。じゃあ、はい、私の案はもうこれしか出てこなかったです。あの人はマネージャーさんですかって聞いて、やばやばいね。はい、それはダメなの後から言わないと印象の問題です。ああ、なるほどね。いや、1個目が正直おふざけやったから1回目に出したんですけど、自分で考えてて偉いね。え、これ自分で考えるんじゃないんですか。自分で考えてファンの人とも考えるんやと思ってました。あれ違う、ファンの人が考えたるってこと。ちょっとルールが把握できていなかったですね。あきら先生の妹。やばいやばい、語尾がプー。ああ嫌やな、それミユやけどな。基本コメント、あ、そうなんや。ユタボン歌の女の子。いいじゃないですか、何があかんの。え、レイコさんどんなんなんですか。パンチパーマでレス、嫌やな。最初のでいいんちゃう。え、やばいやばいやばい、ほんまにあかん、ほんまにあかん、ほんまに問題になるよ。いやでも大型新人って感じやから別に変なことではないですもんね。スタンド使い嫌やな。嫌ではない。強い。全身ハイブラで統一されている。あー、大型ですね、お金持ちですね。常にキュルキュルして歩いてる25歳新人アイドル、それ私ですね。常にキュルキュルして歩いてないで。渚さんに笑いのダメ出しをする新人。やばい、それは大型すぎますね。いいね、
いいですね。火と氷の個性を持った新人、うわそんなん好きになっちゃうね。うさぎさんにダメ出し。挨拶がごきげん。とどろきくん推し絶対嫌、推しかぶり NG です。帽子バレンシアがオフワイトアディダビジュースやば。いろいろ渋滞してる。波動拳が打てる信者、ストリートファイターですか。そう、私同担拒否です、マジで。M1 の審査員経験がある信者やばない。限られてきますよ、もうそうなったら。ユタボンじわじわくる。それは光栄です、ありがとうございます。でも絶対もう使えないので、はい。短大行ったもののすぐ辞めたいで。大型じゃないな、大型新人ではないよ。元地下アイドルも大型新人じゃないですね。TD シェフル3列3列どういう意味。いやもうほんまに1個目の回答が採用アンケートで採用されたらやばい、もういや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 、怒られる、ミエが怒られるから。元痴漢アイドル、あおもろ。まあでもな、正直みんなそんなにさ、そんな凝ってませんよね回答。なんかフーアとかめっちゃふざけてません、ベルトルトって。めっちゃふざけてたから、まあ、そんな私も別に狙いにはね行ってない、ね、年給料が年俸1億やば、いいな、100万だけ欲しい。そう「進撃の巨人」な。野原みさえ。実は有名 VTuber の VTuber って何ですか。ギガントマキア、やば怖すぎやろ。フーアの一番好き、え、そう、ごめんなさい、みんなふざけてるなって思ってたんですけど。すごいねみんな、バーチャル、ああーそういうことか、前職パチプロ。すごっ。ミは7期生で一番頭が良かったりしますか。そんなわけないです、私が一番頭良かったら終わりです。元も面白い大型新進、大型新進さんめっちゃ面白かったで、私も笑いました。笑った、難しいですよね。まあね、何でも、正直何でもいいです。はい。マイキーバリの女の子、いいじゃん。気合根性って感じ。財布のシミ消えてないの。だからもう新しい財布探してます。全然消えてないよ。なんなら増えてたわ、きなんか汚れ。何これ。びっくりしたんやけど、汚な、もうありえへん、イライラするわこのシミ。テンション下がりますよね、財布にシミついてたら、ね、なんで増えてんの、いつの間に増えてたん、ショック。もっと増やすべ。そのグレースのカバンも、これグレースっていうの。はい、なんかどれにしよう迷ってた。常に福祉持ってる信者、私ですねそれは。どうしようどうしようどうしよう、
あーそうや、そうですね、グレースコンチネンタル、あーそんな名前だった気がします。ほんまに可愛いですよね。わかるわかるわかる、見てた見てた、第一希望です。それ少年革命家さんはほんまにダメダメほんまにダメダメリザードンリザードンすごいで、リザードンのポケモンカードバリ高く転売されてんねんからゆたね、少年革命家ゆたね、どういうこと？財布なくてポケットからお金出す信じる、いやいやや和田さんの次に可愛い、おーいいねそれなんで知ってんねんって、知ってるよ遊びに来たよ、やっほー。なんかどうしようどうしよう、決まらへん、私優柔不断なので、優柔不断やからさ、何でもいいんですよね正直。ミユめっちゃ高い、そうなんや、ミユ高いんや、なんか女の子が高いイメージある。誰やったっけ、リリーちゃんやっけ。決まりまーせん、本当に決まりまーせん。ポケモンマスターでよくね確かにミユらしいですね、ミユらしくて、ミユらしいね。そうや、こういう時のミユちゃん全然決断できひんから、だからね自分で考えてきたんだ、決められないと思って。どうしよう、これも決まらへんまま12時迎えちゃうかもしれないやん。気に入ったの投票、気に入ったのあったけどなんだっけ、忘れちゃった。少年革命なるほどね、自称革命家、ああなるほどね、そういうことね、なるほどそういうことか、名前を出さなかったらいいってこと。今何の話、ナンバーワングランプリ、ナンバー取れじゃないナングラの大喜利の回答をね決めていたんですよ。中年革命家やばないバリ痛いやん最後に決めるのはムヤで、君に決めた、ミユは君に決めた、君のハートもだぜ。すごいね、みんなポンポン出てくるね、あんまり女の子がなんて書いてある、少年革命家で言ってほしいみんな少年、みんなめっちゃ気に入ってくれてる、嬉しいですね。それはそんなに気に入ってもらえるとは思えなかったです。どこや、どこ行ったの、回答あった、これみんな気に入ってくれてる何でもいいや、どうしよう、ひろゆきみたいな話し方する新人、私ひろゆきさんの喋り方見たことないんですよね、なんか名前はめっちゃ聞きますよね、いやいや名前だけ出さんかったら、ああなるほどね、ね名前出したらね、でもね別にね大型新人だからね、うん、あかんねん、だからふざけただけ、これお題がこれです紙がなさすぎてダンボールに書きました
すいません。お題はこれ。YouTube で見る何が？そう、一人暮らしの家にね、神なんてないの。本当に実家すごいですね、神あるって。領収書たまレシートの、確かにその考えなかった。これからレシートの裏、あ、でもレシート捨てるちゃうから、ね、せっかくみえが考えたのを生かした。ああ、優しいね、優しいですね。神ないよ、神なんて。どうしよう。でこれはみんなにバツって言われました。なんか自分の漢字、自分の字見にくすぎん？酔うわ自分の字見てて。これはみんなに、あ、なんかそんなにって言われたので、神ないって市販、違います。紙幣じゃない。それでいいとも言ってくれてる人が、いやもう正直何でもいいねんマジで。それをコンパクトに、これをコンパクトにしてください。まあでも文字にしたらそんなに長くないねんで、こうなんかだんこう書いてるから。頭良くなさそうな悪字かい。うるさいな、習字な、習字6年間習っててん。でもね、中学校のね、中学校でギャル字がね流行って、全部水の泡になりました。え、正直何でもいい、みんなそんななんかガチでやってないから、ガチでやってない感ありません？みんなの回答的になんかふざけてる。少年革命以外考えられへん。あーそっか。みんなね、ノリな気がする。アンジュガチ、え、あれガチなん？でもアンジュらしい回答でしたね、あれ。そう、6年も習っててん。やばいやばいやばい、少年革命家ガチ。やばお題が微妙やから、その段階でちょっと本気になってない。そんなことないですよ、お題考えてくれた人傷ついちゃう。大喜利を真面目に答えたら、そうね、そうなの。ユタボンそんな強い？今のところメンバーの考えた答えの1位ってある？え、私が笑ったのはコトさんのやつですね。コトさんのは笑いました。ユタボンは今日一笑った。嬉しい、今日一いただきました。2つ自分で考えたのは偉い。そう、考えただけでもみんな褒めてください。ねえ、あれ面白いですね。え、どうしよう、じゃあ投票とかにしますか。みんないっぱい考えてくれてありがとうございます。面白かったです皆さん。あ、みんなありがとう、大概人任せだから。みんなありがとう、褒めてくれてありがとうございます、嬉しい。キャー、二刀流の新人大谷翔平さん。和田美優を超える大型なし、何を言っているんですか。
夕方夜ブールで毎回耳元で滑ってましたねって言ってくれて、耳元おもろいね。ちょっと耳も0番から2歩で開けてやば。迷った時は直感に従う。なるほどね。ちょっと一応投票してみますね。投票どうやってやるんやっけ。大カップの新人大型新人やからでかっ。 ABCDEFGHIJKMLL。 おおーでかっおおって言っちゃった。でかすぎて。よく見ると浮いてる。アンケートどうやってやるか忘れちゃった。でもどうせね、ユタボンさんがね選ばれるのも分かっているんです。おおやばいってか待って、今思ったら私アイドルですよ。何に真剣にこんな考えてんのって今ちょっとふと思いましたへえそうなんや。麻雀てっぺん取ったんでのセリフなんや。へーええなんかえ何に今こんな真剣に考えてんのって今思っちゃいました。我に返りました。やっと気づきました。チャンネル登録者数100万人の新人おもろやばめっちゃおもろいいや、やら与えられたことには、まあ、真剣になりますよアフレコしてない。どういうことNMB だからねってみんなそれやったらいいと思ってるでしょ。 NMB やからやらなあかんみたいな。お姉さん今めっちゃやってるんですけどどうすればいい。え大丈夫。お水の飲みなさいお水を飲みなさい。えどうしたらいい。もう決まらんからはい、はい、投票した。1番がゆたぼんさん、2番があれやね。でもね、もう結果分かってるんです。これか適正オーディションで大型新人加入、どんな新人これか。やばいやばい、公募。あでも2位も入ってるんでね、よかったよかった。これです。これはやばいやばい、ほんま1人だけにはなっちゃダメよ。勘弁してください。じゃあ締め切り5、4、3、2、1ペイ。えっ、えぐいちょっと今見なかったことにします。2がまだまし。おっほんと、結構僅差。確かに結構僅差でしたね。圧倒的に1があれやったけど意外と僅差。えもう悪い人いっぱい。ほんまに怖い怖い。決まったやつでみんなでもっと良くしていく。ああでもねそれはそう。でもねさっきなんかいいこと言ってる人がいたからそれを参考にしようかなと思ってます。あれ投票で決まる。ちょ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 、ほんまにやばい。ほんまにこれはみんなの心の中に置いていてください。はい、2は世間的にやめといた方がいい。えなんで、これの何がダメなんですか。なんで1のが絶対やばいと思うんですけど。あ、2じゃなくて1。そう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 なの、ほんまに本当にそうなの。耳元でね、長くなるけどいいですか。長くなったらダメってさっき言われたんですけど、そうもうねこんなガチで考えなくていいよ。 NMB だからこそこんなガチで考えなくていいねんえほんまにみんな悪い。ほんまにミユを陥れたいんだ
まあ、ミアがこういう回答したっていうのをみんなの心の中で覚えてくれていたら、はい、それで、はい、OK です。ね、はい。大悟はメンタリストがいます。ここに大悟が人間は強制的に決められるとなると自分はどっちにしたいか見えてくる。そうなんや。ユタボンの名前さえ出んかったらめっちゃ面白い。いや、ちょ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 、ほんまに、ほんまに、でもこれ名前が出てるからこそなんか面白いみたいなとこありません？どう隠すのこれ、隠すってなったら。毎回耳元でダメ出しするし、ああなるほどね、なるほど。シェラコアリ耳元でダメ出しする、耳元でダメ出しはい。ほんま合体しだしたよ、ほんと怖いわみんな。名前聞いてもピンときてない人、え、大丈夫です。私も昨日初めて YouTube ご覧にしました。ご覧になりました。はい、初めて昨日見たから大丈夫。なんて言ったらいいの、初めてお耳になりました。拝見しました。そうそうそう。ちょちょちょ、昨日ね、そういう人がいるっていうのは前から知ってて、私 YouTube あんまり見ないので昨日見ました。オーカップ面白いと思ったけど、いや、下に逃げたらダメです。下に逃げるのは最終です、本当に。最終だと思ってます。ちゃんと見ましたよ、はい、名前を出すから。未来が王にしていた、未来さん、その考えがもう下じゃないロマン。ああ面白い。違うだけ、なんか耳元で追加したら長くないし、あーなるほどね、なるほど、スクショしときます。なるほど、そういうことね。もうそろそろ最終だ。確かに。みんなこんな悩んでないよね、正直。はい、多分同じだよね。ゆうたんはクーでした。下を表現、なるほどね、そういうことね。夕方 NMB とかを消して耳、難しい。結構悩んでる人、あ、そうなんや。なんか私が見た人とかあんまりパッパッパって決めてたイメージがあったから、本当に私のファンネームを決める時の波ぐらいに悩んでる。サイコロなんか家にないよ。サイコロないな、ほんまにな。ミュウツー決めるのにほんま一日で決まらんかったもんね。収録終わり、なるほどね。収録ってそんなないねんな、収録なんかないからさ。ミイキさんはたこ焼き器やから大丈夫。ああ、そういうこと、たこ焼き器が大型新人ってことですか。収録後毎回見られる、ああなるほど、収録後毎回耳元でダメ出ししてくる新人ですね。わかりました、それにします。ちょっと忘れそうなので、はい、こうやってね、大入りなんかこうやって考え出したら思んないんですよマジで。絶対そうで
ですよね。こんななんか考えるもんでもない。劇場内をセグウェイで移動する。めっちゃ嫌、大型すぎる。少年革命家ユナナ、バリかっこいいやん。そう、勢いが大事やからね。そう、考え出したらね、ちょっと変になっちゃうからね。そう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 、そう瞬発、そう瞬発なんよね。ね、そうですよね。霜に逃げないって攻撃で。いや、ほんまにそうです。皆さん肝に銘じておいてください。霜に逃げるのは最終です、本当に。セグウェイ面白かったね、確かに。はい、では名言今日まで。そう、名言、和田美優ちゃんの名言です。覚えといてください、皆さん。リピートアフターミーです、本当に。はい、では、はい、もう考え出したら、ね、もう止まらんくなっちゃうので。はい、終わりましょう。ちょっと待って、真剣に向き合ってるのみゆちゃんっぽさで。いや、ほんま向き合ってないから、真剣に。はずいはずい、やめてください。はい。私の回答出るのやめてもらっていいですか。はい、はい、配信終わりますね、もう。ではちょっとランキングを読みたいと思います。みんなありがとう、ほんまこんなくだらん配信に何時間かしたんか分からんけど付き合ってくださってありがとうございます。はい、では、なつき、え、無事決まってよかったです。なつきちゃんありがとうございます。13位なつきちゃんありがとうございます。12位ルベルさんありがとうございます。11位あきくんありがとうございます。10位ゆうちゃん、みゆラブさんありがとうございます。9位ジュリアさん、ジュリアちゃんありがとうございます。8位カルちゃんありがとうございます。7位リカちゃんありがとうございます。6位シンシグさんありがとうございます。5位リコちゃんありがとうございます。4位タケポンありがとうございます。3位トマトアットマークユーザーさんありがとうございます。2位タクヤアットマークミューラブさんありがとうございます。そして第1位小熊さん、いつもありがとう。はい、お疲れ様です。久々ちょっと長くやっちゃいました、ごめんなさい。今日夜は、あ、みんなにちょっと謝罪しないといけないことがあります。ほんまにごめんなさい、ほんまにみんなに謝りたいことがある。みゆ、ほんまにみゆはもう口だけ女やと思いました、昨日。本当に私は口だけ女です、ごめんなさい。口だけ女じゃないよ。あのね、昨日私ショールームで、あの鬼滅の刃の映画の前に、映画始まる前に終わったじゃないですか。でこのあとご飯買いに行くみたいな、ご飯コンビニ買いに行くみたいな感じで言ってたんですけど、でなんかウーバーイーツしたらみたいな言われたじゃないですか。でもみゆその前の日にウーバーイーツしたから、もうさすがに2日連続ウーバーイーツするのはちょっとやばい、なんか金銭面的にも無駄遣いになっちゃうからやばいとか言った割にウーバーイーツしちゃいました、ごめんなさい。しかもあのなんかスタバが一番上に出てきてて、あのスタバともう一個ご飯屋さん二つもウーバーイーツしちゃいました。すいません、もう一個とかじゃなくて二つもしちゃった、マジで口だけ女です、すいませんでした、ごめんなさい。二日目やそか、怖い怖い怖い、ほんまにごめんなさい。はい、もうこれ以上ペナルティは嫌です。はい、すいませんでした。はい、ごめんなさい、マジでもうみんなごめんと思いながら、雪芋フラペチーノを美味しく鬼滅の刃を見ながら飲んでました。はい。みんな許してください、この通りです、ごめんね。
今日はもうさすがに絶対、今日はもう絶対せえへんから、ほんまに今日はもうしないって約束しますね。うん、約束だよ僕も約束する。僕が止める。みゆちゃんが奪い取しようとしてたら僕が止めるから大丈夫ね。では不利じゃないよマジで。もう3日連続奪い取はただのアホやから、やってる人おったらごめんなさいはいはいね、さすがにマジで歩けって感じやから、はいはい、絶対言うなよ奪い取しても。ではありがとうございましたごめんね、ランキング読んでから長々とこれだけはちょっとね、はい、すいません、ありがとうございました。そうパジャマやからね、着替えるわ、着替えてちゃんとコンビニ行くから絶対バイバイありがとうございました。おやすみ。